今日はパワーディレクターの使い方をまた画面に撮ってやってみようと思います。前に撮った鉄道の動画をタイムラインに入れました。この動画の最初の部分をカットしてみます。この辺でいいかな？はい、トリミング。再生してみましょう。あ、いい感じですね。なんかちょっと上下に手ブレが感じられるので、ここら辺ひどいですね。なので、これは早速手ブレ修正機能をオンにして、ちょっともう一回見てみましょう。わかりますかね？まあ、なんか良くなったような気がしますので、これでいきますか。次の動画を持ってきます。この動画、確か、旭川運転所のラッセルヘッドを狙って撮ったんだと思うんですが、そんなのわからないと思いますので、そのラッセルヘッドの部分をちょっと目立つように編集してみます。はい、この辺からでいいでしょうか。目立たせるようにするためには、モーショントラックという機能をします。あ、ありますね。あの2個ですね。パッと見てったら見逃してしまいます。なので、あ、これですね。モーショントラックをクリックします。モーショントラックは動くものに焦点を当てて、そこにエフェクトを与える機能です。なので、このラッセルヘッド、ここを目立たせたい。はい、この四角で囲まれたところ、これですね。これがラッセルヘッドを覆うようになるはずです。あ、追ってます。追ってますね。間違いなく追っているので、では、これにエフェクトを与えてみましょう。はい。FX を押して、モザイクしたら意味がないので、スポットライトにします。明るくするっていうやつですね。で、これじゃ枠がちっちゃいので、枠を大きくして、はい、左に右に伸ばして、で、これで確認してみて、ああ、良さそうですね。なので、ここでトラックを押します。はい、OK。さあ、どうなったでしょうか。良さそうですね。なので、いらないところ、前段の部分をカットします。はい、間隔を詰める。ちょっと試してみましょう。はい、到着。はい、乗った。ラッセルヘッド。じゃあ、最後、この列車を降りる動画を持ってきます。はい、ガッチャンコ。これで大体完成です。でもせっかくですので、動画と動画をつなげるときの効果を入れてみましょう。いっぱいありますね。なんか目が気持ち悪くなります。どれにしましょう。これがいいかな。ああ、これ酔いますね。これは、これも、ああ、なんかだんだん気持ち悪くなってきました。やっぱり、これはシンプルなのがいいかな。どうでしょう。こっちの方がいいですかね。これを動画と動画の間に持ってきます。持ってきます。まあ、こんな感じで、最後はエンディングの動画を持ってきます。エンディングは、ただそのまま入れましょう。はい、これで動画を出力します。完成した動画がこちらです。ご注意ください。